ジュダ・フリードランダーは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン。トラッカーハットに大きすぎるメガネ、だらしのない格好が、トレードマークで、多くの役柄で、いつもそうした風貌で登場する。フリードランダーは、メリーランド州ゲイザースバーグに、母シャーリーと、父、アート、フリードランダーの息子として生まれた。父は、ユダヤ系ロシア人の血を引き、ピッツバーグ生まれの母は、 クロアチア系であったフリードランダーは、クリス・ロックを取り上げた1989年の短編ドキュメンタリー、Who is Chris Rock のカメラマンとして、ショービジネスの業界に入った。その10年後、フリードランダーは、カメラの前に立つ仕事をはじめ、NBC のシチュエーションコメディ番組、レイトラインや、ミート・ザ・ペアレンツ』『ズーランダー、フルグローオンメンなど数多くの喜劇映画に出るようになった。 最も注目された映画の役柄は、アメリカンスプレンダーのトビーラ・ドロフ役であった。デーブ・マシューズ・バンドの2001年の曲、エブリデイのビデオクリップでは、フリードランダーがハグ男として前編に登場する。フリードランダーは、VH1 のベストウィークエバーのシリーズレギュラーを務め、その後は NBC のシチュエーションコメディ番組、36ク、ロック,ロックに、 架空のテレビ番組、トレイシー・ジョーダンのザガーリー賞の放送作家人の一人フランク・ロッシュターノの役で出演している。フリードランダーが出演するエピソードごとに、彼のトレードマークになっている帽子には、本人のデザインにより毎回異なるスローガンが書かれている。フリードランダーは、ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルスなどの各地で、スタンダップコメディのライブにも出演しており、 ブロードウェイのキャロライン・オン・ブロードウェイやタフツ大学でも講演している。彼の最も広く知られた小ネタは自分は意外だと主張する世界の世界チャンピオンという奇妙なスローガンである。フリードランダーのウェブサイトには以前ブラジルで行われたサッカーの国際試合で1試合に243個のゴールを決めたことがあるレフェリーもやりながらなどと記されている。フリードランダーは コメディセントラルの番組、ライブアットモッサムのホストも務めた。フリードランダーは、TV ラントアワードの舞台裏をオンライン中継する、ホスト役を2年間担当した。フリードランダーは、2010年に、コメディ本、ハウズ・ビート、アップ・エニバディ、アン・インストラクショネル、アンド・インスピレーショナル・カラテ・ブック・バイ・ザ・ワールド・チャンピオンを表した。ありがとうございます。